first day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing. Ooh, ah. 今日は視聴者さんおすすめデートコースだね。地元の方とか富山行ったことある方とかからの有力な情報をもとに富山おすすめスポット巡り。そうだね。そしてお腹がペコ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 なんだよね。やばい。昨日ねサブチャンネル用に撮ったブラックラーメンをね食べに行ったんですけど、それが3時ぐらい、そこから私たち何も食べてないんですよ。そう、なんか疲れてね、寝ちゃって疲れてて、6時に寝て起きたら深夜3時だったね。そう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 、だからそのぐらい爆睡しちゃった。食べるタイミングを失うっていう。そう、で今もうね2時なんだけど、ほぼ24時間食ってる。視聴者さんがねおすすめしてくれた寿司屋さんに行きます。まずは回転寿司。石川県もさ回転寿司が有名でさ、うちら回転寿司行ったじゃん、マイコン寿司でさ、人生史上1位の回転寿司を味わったじゃん。そうだけど、富山もおすすめですよって富山県の方からすごい送ってくれたね。石川も有名だけど富山もすごいぞみたいな感じで、だから今日は富山で一番人気の、一番富山の人たちからのおすすめが多かったキトキト寿司。おー、キトキトってよくさ見ない。わかる、キトキト市場とかね。何キトキトって、わかんないわかんない。キトキト、キトキト、こってりみたいな。いや絶対違うね、寿司なんだから。すげえ楽しみだわ。すごい楽しみ。あ、立山連峰、今日もめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。やばい。ちょっと今日の立山連峰めっちゃ綺麗。うわ、でもちょっとカメラで伝わんないと。めちゃくちゃ綺麗だね。うわー。もうさ、普通に民家の奥にさ、これがあるってすごいよね。富士山と同じぐらい美しいと思うわ、ね。うん、でもちょっと学びに聞きたいことあるんだけど。何？なんかお寿司屋さんに今から向かうんですけど、なんかさっきファミマで買ってきたとか言ってファミチキバーガー1個食べさせられたんですよ。なんかの今からお寿司行くからがもうお寿司屋さんで使わないようにさせられてんのかなみたいな。そういうわけじゃない。お寿司屋さんで食べさせる、食べる皿の枚数を減らすために、あ、ぜえ、そんな食べさせたってわけじゃない。そんなことしないよ。それだけちょっと確認したかった。うん、めちゃめちゃがっつり、なんかファミチキだけならまだしも、ハンバーガーもついてたからさ。おお、ぜえ、それはファミチキバーガー、いや、ファミ食べたいかなと思って一体入れときたいかなっていう。ああ、なるほど、うん、なるほど。確実に1皿か2皿は減ったよ。私がキトキト寿司を食べれる枚数が。まあまあまあ。初デートだったらやだな。寿司これから行こうって言ってんのに、コンビニで一回コンビニ寄ってホットスナック買われるやつ、今日地獄じゃね。おにぎりでホットスナック。まず最初これ食べてから一旦これで満たしとけよってことね。めっちゃやだよそんなやつ言ったら。うち絶対今日食べるもの決めてる。白エビとホタルイカ。ブリは俺は食べる。ブリででも寒ブリなんだよ、シーズン冬だよ、ブリのシーズン。でも美味しいか。ね、めっちゃ楽しみ、やばい、回転寿司。あと縁側。縁側、私サーモン、私サーモンにしよう。サーモン？うん。子供、サーモンなんか食べてるやつ。縁側、縁側が一番うまいんだから。うわ、そういうタイプ。おお、すごい立派な店構えだね。すごいね。うん。老舗感あるね、トキト寿司。雰囲気、回転寿司屋さんに思えない。おお、寿司スタイル広いね、楽しみ。お味噌汁セルフサービスだって。味噌汁無料なんだじゃん。優しいね、すごい。ランチメニューとかもあるんだ。うん、いいね。ランチもランチもいいな。俺キトキト特上握り、美味しそうだよねこれ。うん、あ、見て春の春鮮。あ、ホタルイカだ。やばい。え、これ五貫で660円。すごくね。安い。これ絶対白エビ、白エビ絶対白エビ。うわ、白エビ絶対でしょ。金揚げホタルイカ、生桜エビ食べたい、生桜エビ食べたい。ホタルイカが今日入荷してないんだ。残念。味噌汁がセルフサービス。
なんかすごい全然無料のクオリティじゃなさそうな味噌汁。ブリ三種盛り、うん、あ、めっちゃうまそう、うん、来ました、白エビ、やった、美味しそう、生桜エビ、これ生の桜エビ、すげえ、うん、めっちゃ美味しそうじゃない、めっちゃうまそう、美味しい、全然無料のクオリティじゃない、うわ、うまそう、鹿山といえば白エビ、いただきます、あんまい、めっちゃうまそう、めっちゃ美味しい、甘くて美味しい、めっちゃ好き、いただきます、ん、美味しいよね、うま、全然無料ので十分、うん、氷見のブリは有名らしいから、うまっ、ネタがでかいね、違うよね、うん、脂乗っててうまいね、生桜エビ、うまい、俺も白エビいきます、マジ美味しい、甘っ、甘いよね、うん、贅沢、すごいね、これ、わさび抜き恥ずかしいわさび抜きめちゃめちゃバレた、これ何、オート違う、何、マミの味噌汁やってる間にしれっと俺が中トロ頼んだ、うん、美味しそう、これ中トロ、うん、めっちゃ美味しそう、やばくね、炙り縁側、めっちゃ美味しそうじゃない、縁側は炙ると才能発揮するからな、そう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 、ちょっとこれマジうまそうじゃない、これマジで美味しそう、オートロかと思っちゃったね、バゲモンです、美味しい、とろける、嘘、うん、中トロと思えない、やばい、めちゃくちゃうまい、よかったね、縁側絶対美味しいよ、うん、うますぎ、うん、脂がとろとろ、北陸すごすぎんだった、回転寿司別物だね、結構でもお腹さんがもう結構いっぱいになっちゃった、ファミチキ作戦大成功、いいよ頼んだよね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃったの、ほんと、うん、まあ、だけなんかここに来る前なぜかなんかファミチキバーガー食べたからさ、無理はしないでいいじゃんそうそう、ガスエビ、視聴者さんに教えてもらってから、そう、北陸のエビね、マジで美味しい、めちゃくちゃうまいよね、うん、ガスエビすっげえ好きになっちゃったな、食べたことなかったのに、美味しい、抜群です、前回の私一番これが美味しいと思った、うん、美味しい、やばいね、茶碗蒸しの中にすごい白エビが3匹いる、白エビ乗せ茶碗蒸しにしたもん、こんな近くでこんな白エビ見たはず、でかっ、結構でかいんだね、うん、白くて可愛い白エビと一緒に、贅沢だ、美味しい、絶対うまいよ、お上品な味、北陸来たら寿司です、北陸いいね、マミの前にめっちゃ詰まれた、めっちゃ食うじゃんマミマジで、お前さマミじゃない、今度食べてない、私4皿しか食べてない、お前のファミチキバーガーの術中にハマって4皿しか食べれなかった、俺の術式にハマった、術式にハマった、お前の領域展開に負けた、美味しかったね、どうしたらしい、お腹いっぱい、めっちゃお腹いっぱい、5000円だった、5000円ああやっぱこの間の1万円企画の時の半分ぐらいしか食ってないからね、うん、そうだね、まあやっぱ1万円企画がないうちらはこの程度ですよ、そうそうそうあとこの間ファミチキバーガー食ってないからさ、その前にそうそうそう、うん、まだまだ術式が発動してないもんでさそう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 、今日はさマジでマダムにしてやられたもんでさ寿司行く10分前にファミチキバーガー食べさせられたもんでさ全然お腹いっぱいじゃない、俺も初めて領域展開したからびっくりした、マジでさこんな引き目あるんだと思って、特級術師だろお前絶対いやー寿司食ってお腹いっぱいになりましたんで、寿司めっちゃお腹いっぱいになったし、めっちゃ美味しかった、やっぱり美味しかった、うん、白エビがびっくり、甘いの、今何が口を求めてるって言ったらやっぱ甘いものじゃね、甘いもの食べたいね、そしてちょっと冷たいもの飲みたくね、甘いものだねということで今から行きます、スターバックス、スターバックスコーヒー、スターバックスコーヒー、世界で一番綺麗なスターバックスって呼ばれてるところが富山にはあるらしいよ、世界で一番美しいスタバ、そう、日本じゃなくて世界、それはちょっと俺もかなり疑ってる、ってね、かなり疑ってる俺も、なわけねだろっていうのは、ね、うん、それを確かめたい俺は、本当なのかどうか、だからちょっと高いとこあんのかなないだろ
世界一だから世界一だからいっぱい2000円ないだろ絶対わでもなんか私たちさ普段さスタバ行かないじゃん。社会人時代はしょっちゅう行ってたけど、基本的に飲み物にそんな500円600円なら使いたくないからかけられない今はね。スタバ高いよね。だってあれ1杯飲むの800円とかだよ。1杯800円だったら仲良し食堂で定食食べれるもん。定食食えんのよね。それなんだよ。あとその周りのその淡水公園っていうのがすごい綺麗らしいんだよね。何飲もうって考えちゃう。久々すぎてワクワクして。学べっちもさ、マンゴーパッションティーフラペチーノのピーヌティーシトラスカニクセイカレー。そう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 それかあのキャラメルフラペチーノチョコレートチップ追加なんかもう小学生みたい。あ、あとあれだ、アフォガード。アフォガードティーフラ、アフォガードフラペチーノ美味しいよね。あれマジでうまい。あれ美味しいよね。あれ一番うまいんじゃない。あれ多分あれめちゃくちゃ美味しいよ、うん、これさ夏のさフラペチーノがやばいんだよね。やばい。夏毎年夏のフラペチーノがうちら好きすぎてさ。そうそうそう。夏めちゃめちゃ飲んじゃうよね。夏めっちゃ行く。一時間オレンジ出た時やばかったよね。オレンジの時俺本当もうめちゃくちゃ行ってた。マジでオレンジ復活させてほしいよね。マジでしてほしいんだよ。マジで美味しかった。うちらだって1回のデートで2回飲んでたからね。学ぶとね夏のねスタバ行くの超嫌なんだよね。買って店出るまでに飲み切ってんの。受け取ってテイクアウトで受け取って店出るまでにもうないのよ。アクエリの飲み方してる。そうそうそう。ニアンとスタバ行くとさっき食べたしね。うちがまだ飲んでるのにね、すぐ飲み終わってね、空っぽのねやつね、氷しか入ってないやつ、チュー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 、これ氷がガラ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 って、ね、まだまだみたいな雰囲気出してる。そうそうそう。カフェだから普通に飲み物飲んだ後1時間ぐらいおしゃべりしながらっていうのができない。俺ねそういうのあんま好きじゃないんだよ、ね、学ぶってさ本当にさおしゃべりしながら食べるみたいなのできないよね。あ俺ねマジでカフェで1時間しゃべってる時間あったら1時間早く家に帰って家でしゃべる。マジ で家にこれから行くって時もさ、なんかスタバでゆっくりしたがるから、いや、そうだったらさっさと帰って家でゆっくりした方がよくね。ほんと？あー楽しみだな。淡水公園だって多分デートスポットだよきっと。富山の人たちはみんなそこでデートするんだよ。初デートは大体淡水公園だよ。そういうのありそうじゃねえだよ。絶対あるよね。これうわすごい、世界一のスタバ丼。どんなもんじゃい、どんなもんじゃい。何だい、これなの。ストロベリーじゃん。ストロベリーじゃん。ストロベリーいけて、はい、すごい。うわでもこういうことか。見て、外のテラスがすごい綺麗。すごい。すごいね。ここが世界で美しいスタバです。ねえやばい、今さイチゴ出てんじゃん。絶対イチゴ、私絶対イチゴ。絶対イチゴ。バンライファーということを忘れる休日だな。淡水公園気持ちいい。すごいいいとこだねここ。うん。これジルさんおワンちゃん散歩させたりしたら気持ちいいだろうね。今日からタイミングで今日からストロベリー。めっちゃいいな。嬉しい。俺もストロベリーがいいって言ったら同じなんだねって言われた。ああ、こういう感じか。うん。安定。美味しい。なんかさ結構さストロベリー果肉がすごいやつが夏ぐらいに出るじゃん、うん、なんかねいちごミルクみたいな感じ。こっちはもっといちご感欲しいな。いちごミルクだよねこれ。いちごミルク最高。天気いいから今日いいわね。気持ちいい気持ちいい。このスタバ世界一になる理由が分かるな。すごいさ綺麗だね。全面窓ガラスみたいな、うん、ガラス張りでテラス席が多いね。そう、うん、この立地を最大限に活かしてる。うん、淡水公園綺麗だな、うん、芝生にさレジャーシートの日みたいな日で喋ってる人もいるね、うんうんうん、カップルお弁当感じ。お弁当作ってきてさここで食べるんじゃない。でもここはちょっと初デートにぴったりの可能性出てきてる。正直言ってここまで綺麗だと。どうする初デートでさお弁当作ってきたんだってマス寿司に行ってきたらどうする。
手作りますでしょ。手作りできるのって。手作りで塩漬けしてますを、うんうん、いや俺だったらめちゃめちゃ評価高い。面白すぎるからマジでこんな竹笹のおやつでこうやって、うん、そこまで全部手作り。富山愛素晴らしくね、うん、ゆっくり飲むように心がけてるのさっき言われたから。そう、えらいいい子だね。気持ちいいね。緑が青々としてて気持ちいい。ケーキなんか頼んじゃって。あら、お上品。ケーキなんか頼んじゃって奥様。お昼からケーキなんてお久しぶりだわ。ここで炊けるのマジで中もんだと思われるからあら、上品なシフォンケーキなこと。奥様、あしゃら、一口が全然上品じゃない大きさなこと。でもなんか逆にうちコーヒー頼んでほしいな、男の人には。こういうところ来たらブラックコーヒ ー、そんなんじゃなくて。いや、初デートで初デートで、初デートだったら俺でもワンチャンコーヒー頼む可能性あるブラックで二重になる可能性ある店員さんに。あ、面白い。ホットコーヒーでしょ、しかも夏でもブラックでホットで。あれ、おじいちゃんとおばあちゃんがさ、二人で来てもいいよね、なんか。でも200回目ぐらいの完成公演だよね、絶対ね。でも1回目みたいに楽しんでるよ。そう一生眺めてるもん。一生でしょ。なんかもう3時間前ぐらいからずっとあそこにいるって言ったんだけど。あ、マジでずっとあそこにいるけど、ずっと楽しそう。見て、青春アオハルしてる高校生2人、男の子。ほんとだ。あ、アオハル。うわ、アオハル。うわ、芝生に寝転んで誰かとなんかコミュニケーション取ってる。え、バチ、うん、一人走った。うわ、見て、んこっち側に女子二人いる。どこその芝生に女子二人。本当だ。で、あっちこの海挟んで、この川みたいな挟んで、うん、男子が二人、うん、で、なんかこうやってコミュニケーション、うわ、こうやってやってる。ああで、こっち女子笑ってる。ちょっとあれだ、あの女子の目線を引こうと、そう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 、気を引こうと頑張ってる。でも女子は聞いて見てないんですよ、全然本当は。女子携帯で言ってるうわ、青春じゃん。めちゃくちゃ青春。これ男女一緒じゃなくてさ、女子と男子別れてさ、他校とかだったら青春じゃね。そんな瞬間なかったわ、うち一回も。こんなおしゃれな展開ある、あの湖隔てて。こんなおしゃれな場所で青春してみたいよね。うん、でもなんかあれ、荒川の土手でしょだってもしこれ再現するとしたら、あのトラさんの。いやー、あー、やってるやってる。これスタバ買ってさ、この関西公園でさ過ごすひとときに。なんなのここ、なんなの。めっちゃおしゃれじゃない、うん、なんかこういうおしゃれな場所静岡にも作ってほしいわ。きたな。結構お昼とかってこういうところ歩いたりするんですか。あ、撮ってるんですか今。はい。ちょっと恥ずかしいな、プライベートすぎてちょっと恥ずかしいですあ、日常がこんな感じで。そうですね。あ、結構おしゃれなんですね。主人が働いてる時はこうやって一人でちょっと歩いたりしてますね。あ、そうですか。はい。あ、じゃあ、で、晩ご飯の食材をあの百貨店の地下でちょっと見て。ああ、そこも地下でしっかり、はい、ね、あと安全なものとかオーガニックなものとか。ああ、分かりました、ありがとうございました。あ、はい、全然いつでもまた、はい、こんなあのプライベートのとこで。あ、先生なんかダルギみたいな格好で申し訳ない、なんかパジャマみたいな。ダルギ、え、全身しっかりなんか決めてる感じもしますけどね。普段の日常みたいな。あ、分かりました。コンビニ行くだけみたいな感じで。あ、ありがとうございます。なんかコンビニみたいな感じで、あの、あ、もうスタバとかも結構あのコンビニみたいな。あ、分かりましたよ。なんか皆さんっていうセブンとかローソンみたいな。うん、分かりました、ありがとうございました。なんか関西公園っていうのはなんかあれですよね。はい、あの、ね、もういいですよ。あ、大丈夫ですか。うん、はい、ありがとうございました。びっくりした、こんなとこも取られちゃうなんて。ありがとうございます。まあもしあれだったらポケットのコインを集めて行けるところまで
行こうかと君がつぶやく、見えない未来を夢見て全然青春にならなくね、うちら寝てても。なんない、やばい、さっきの制服の子たちここでめっちゃ青春してたのにね。よし、じゃあ夕日見るスポット行きますよ今から夕日まだまだまだあと2-3時間あるんじゃない、夕日まで。うん、早めに行って。今日はでも見れそうだね。うん、学ぶ夕日好きね、あんた。最近もうライクサザでも夕日めっちゃ多いよね。めっちゃ多いよ、大して興味ねえよ。行こう。ちょっとうとうとしてましたあなただけですよね、それ。助手席で。ふざけんなよ。助手席で。毎回うとうと。もういい加減にしろよ。てめえだよ。毎回。運転するたびに助手席で寝て。いい加減にしろ。わかったか。ぶっ飛ばします。ああ、ニーヤンしか興味がない夕日を今から見に行きます。女子がみんな夕日好きだと思ったら大間違いだからな。女子が全員マカロン好きだと思ったら大間違いなんだぞ。あんなの歯にくっつくだけの子供なんだからな。女子が全員マシュマロ好きだと思ったら大間違いだぞ。君好きだろ。おい、もう夕日あそこにあるぞ。おーい、このままじゃ間に合わないぞ。これで間に合わなかったら地獄じゃない。曇ってない、ちょっと曇った。ああ、あの岩。出た。もうここだ。道の駅天原市。あ、すげえ。うん、ちっちゃくて綺麗なね、建物。あ、ちょっと行った。え、手前。24時間ね、展望デッキは、ね、一般開放されてるらしいので、2階のね、展望デッキから夕日を見てみたいと思います。めっちゃ綺麗。すごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗。展望デッキは3階まであるんだって。え、世界で最も美しい湾、富山湾。すごい、38湾のうちの一つなんだって。すごっ。ここがね、本当はカフェになってて、ここで綺麗な海を眺めながらご飯を食べれるんだけど、営業時間5時までで終了してます。電車がね、ここをね、通るんだって。それを見るためにね、ちょっと撮り鉄みたいな人が結構集まってるね。めっちゃラッキー、撮れた列車。あ、ね、ちょうどいいタイミングで電車来たね。ああ、なんかオレンジで可愛い電車だった。そうだね、うん、海越しに 3000km 以上の山が見えるのって、うん、世界で唯一らしいよ。 3000km？ これが日本で唯一、世界で最も美しい湾に選ばれた富山湾。そうだね。Why won't you follow me home? I know I can't make you mind. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. 奥の立山連峰が晴れてるともっと綺麗に見えるんだろうな。すっかり暗くなっちゃった。そう、夕日もね、見れなかったね。夕日は全然見れなかった。夕日、あのね、あの海に落ちるんじゃなくて、あの反対側で落ちてた。そう、私曇ってたよね。そう。本当はね、晴れてたらもっと奥の立山連峰がすごい綺麗に見えるはずなのよ。やや曇り気味、それを撮りたかったんだけど、それもできずだね。そう。義経岩、この日本、世界で一番美しい湾の富山湾は最高だね。最高。うん、一生あそこに座って見てられる。そう。俺らちょっと暗くなるまでずっとあそこに座ってのんびりしてた。30分ぐらいずっと海眺めてた。結構無の境地だったよね。無の境地だった。無言でずっと座るっていう。今日おすすめスポット3個目はこれで終わりです。はい、やっぱりさ、こういうさ、富山でしか見れない景色みたいなのが見れていいよね。そう。こういうのあると旅してよかったなと思う。富山には世界一がたくさんありますね。そう。スタバといい、ワンといいさ。いやー、楽しかったね。楽しかった。これからもまだまだしばらく富山を観光していきたいと思います。はい。
皆さんおすすめなどあればどんどんインスタグラムのダイレクトメッセージやツイッターで送ってください。教えてください。コメント欄でもお待ちしてます。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。Talk about it. Touch, touch, touch.